第三者を入れて調査をいたしました。そして第三者を入れて党紀委員会が開かれました。新しいこの事案、この裁判によるものですとか報道によるものですとか、こういうものが出てくればしっかり再調査、そしてそれに基づいた党紀委員会での再審査というものは当然やっていかなければならないと、こういうふうに思っております。